常時日なんですが、本当に何事も今日なのか。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。虎の日や巳の日、それに一粒万倍日など縁起のいい吉日はたくさんありますが、不成就日が重なってしまった時、ありゃー、今回は帳消しになっちゃったな、次の吉日まで大きな予定は見送っておこうって思う方も多いと思います。不成就日は一般的には何事も成就しない日とされています。結婚、開店、移転、契約、願い事、新しいことを始めるなど、ことを起こすことが今日とされる日と言われているんですね。一粒万倍日の真逆の意味ですよね。明日の巳の日が金運アップの吉日の巳の日なんですが、不成就日と重なっているんですよね。そんな不成就日なんですが、本当に何事も今日なのかっていうと、よく見ていくと実はそうでもなかったりするんですよね。いいこともある日なんです。日によって変わりますので、一日一日見ていくことが大切だなって感じています。そうするとできることも広がりますし、運気アップも意外とできたりするんですよね。不成就日がかかってない吉日の方が気持ちよく迎えられるのは確かですが、今日は不成就日と重なった日の運気アップについてお話をしていきます。中には、私の学んだ流派は不成就日に何かするのはもってのほかっていう方もいるかと思いますので、そういう場合はご自身の学んだもの、そちらを大切にしていただけたらなと思います。不成就日の考え方って様々ですので、まずは不成就日について少し掘り下げてお話をしていきますね。その後に一粒万倍日などの吉日と重なった時の考え方、そして最後に明日3月10日の巳の日と不成就日の金運アップ法についてお話をしていきます。それでは早速行ってみましょう。最初に不成就日なんですが、これは不成就という言葉が表すように、物事が叶わない日、新しいことを始めるのに向かない日、凶日として知られています。この不成就日は江戸時代に会津若松の諏訪神社という神社の神官によって作られたもので、主に東北や北関東で用いられていた会津暦という暦で使われていたんですね。この頃の暦は幕府では専明暦という暦が発行されていました。専明暦は823年間継続して使われていて、史上最も長く採用された暦です。そして幕府が出している暦以外に民間でも暦を出すことができたんですね。それで暦によって載っていること、載ってないことがあり、統一されていなかったんですね。専明暦は不成就日は載っていませんでした。そして専明暦は800年以上続いたことから、少しずつ誤差が溜まっていったんですね。また同様に専明暦をもとに暦を発行していた民間の暦にも誤差が生じていました。暦によって日付が違ったりしてたんですね。今までの暦が中国から入ってきていたので、日本ではずれていたりした部分があったんです。それで暦を統一する必要があると作られたのが上京暦です。この統一された暦では不成就日は載っていないんですね。それまで万倍と記載されていた一粒万倍日も上京暦では載らなくなりました。つまりですね、もともと幕府が発行していたものに不成就日は載っておらず、民間の暦の中の会津暦にだけ載っていたものなんです。そうするといろいろな解釈ができますよね。幕府が認めていないんだから、そんなに重要視しなくてもいいんじゃないのとか、神社の神官さんが書くぐらいだから、何か体験や統計に基づくものではないのとか、どちらにも取れますよね。そうなんです、どちらにも取れるというのが現状かなと思います。
一粒万倍日を大切にしている人にとっては浮上準備もセットになってくるのかなと思います。次に一粒万倍日の吉日と浮上準備が重なった場合どうなるのかなんですが、これも人によって受け取り方が異なるのが現状です。これが正しいというはっきりとしたものはないかなっていう感じがします。何事も浮上時となる供述になるため、浮上準備が重なってしまった場合は何事もやめといた方がいいという浮上準備最強説、こちらを採用している人は多いように感じます。他にも一粒万倍日も浮上準備も同じ先日だから重なったらプラスマイナスゼロで普通の日になるという考え方もありますし、いくら浮上準備といっても最吉日の転写日と重なったら転写が勝つよね。だって何事も許される最吉日なんだから、とか一粒万倍日に虎の日も入っていて吉が2つに浮上準備の凶が1つだからこの日は吉日の方が強いと、重なる日によって吉凶の強弱が変わるという捉え方もあります。これも明確な正解があるわけではなく人それぞれなんですね。浮上準備の作用の強さは謎なんです。なのでしっくりくるものを選ぶのがいいんじゃないのかなと思います。浮上準備って言われたらいくら大丈夫って言われても心配になってしまう、何かやっても後から気になりそうという方はね、心配や不安はエネルギーが落ちますし、自分が発しているものを引き寄せてしまうので浮上準備を避けるといいと思いますし、私は一粒万倍日は信じて浮上準備は信じないようにしよう、そしたら吉日がいっぱいになって楽しくなるという方は浮上準備は気にしなかったらいいと思います。一粒万倍日と浮上準備、この2つでプラマイゼロがしっくりくる方はプラマイゼロ説を選ぶといいと思います。まさに風の時代的ですよね。答えが一つじゃないって、周りと違ったからってどちらかが間違っているというわけじゃなくって、みんな好きな方がいいって素敵だなと思います。見る暦によってはこっちでは吉日だけどこっちでは凶日ということもよくあります。僕自身は一日一日暦を見ているとそんなに悪い日じゃないかなとか、出費は良くないけどビジネスは吉人がいていい日だなとか、日によって異なるので一粒万倍日や浮上準備だけでは言い切れない部分があるなと感じています。最後に明日の3月10日巳の日と浮上準備が一緒にやってくるんですね。お金に関することをお願いすると弁財天様の使いである白蛇さんが直接弁財天様に届けてくれる日で、貯めるパワーも強いので貯金にもいいと言われています。金運アップの日に何事も叶わない、新規ごと大きなことはしない方がいいと言われる浮上準備が一緒に来る日です。この日の金運アップには何があるかというと、通所でこの日を見ていくと大きなお金を使ったり契約ごと借金ローンなどはあまり良くない日なんですね。参拝や婚姻もあまりよろしくない日です。このあたりは浮上準備的ですよね。ただやるといいこともあるんです。やると吉に働くことですね。これは仕事関連の契約は吉ですね。商品の販売や開業もいいです。ビジネスには吉となる日です。他にもお友達と会ったり彼氏彼女と会ったり同僚と交流を深めたり、そういったことはいい日です。結構日常が運気アップになる日ですよね。仕事して同僚と話をして友達とお茶をしてとすごくいいと思います。笑顔で接するとか温かい言葉を使ったり気配りしたりと、こういったことをすること自体が吉なんですが、さらに吉に働く日なのでいい行いをすることで吉を貯められる時です。あとネットとか SNS とかすごくいいんですよね。欲しい情報がキャッチできるような日です。気になることを調べてみるのはこの日の運気アップになるのですごくいいです。お金関連だったら最近流行っているファイヤーとは一
体何ぞやとか、どうしたらなれるのかなとか、どの投資が向いているのかなとか、副業するとしたら何が合っているのかなとか、最短で稼げるのって何だろうとか、時間の制約があまりないことは何だろうとか、自分の興味があることを調べてみるのはとてもいいです。鍼灸などもいいので、整骨院に行ったり整体に行ったり、足つぼとか体を整えることが運気アップにつながります。というわけで、今日は不浄寿命についてお話をしました。不浄寿命の中にも、その日その日に吉となる神様がいて、運気アップにつながることもありますので、運気アップにつながることだけうまく取り入れていくのもいいと思います。ただ不浄寿命もかかるので、不浄寿命が気になるなという方はスルーするのもよし、吉になるんだったら試そうかなと取り入れるのもよし、自分の心にしっくりくるものをぜひ選んでみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。